謝します。皆様この場所に共に集えたこの恵みを感謝します。主イエス様にあって私たちは、平安と自由、この方に信頼するときに私たちは守られていることを感謝します。どうでしょう皆さん、インターネットを見てもテレビを見ても本当に悲惨な状況ですけれども、主に信頼してこの状況をも主は働いておられる、守ってくださる、この方に信頼するときに私たちのその平安、喜び、恐れ、そこから解放されることを感謝します。調べれば調べるほど、いろいろ見れば見るほど何が本当これ真実なんだろうかなと思うんですけども、そのこの世の君のするこのいろんな悪事がありますけども、そこに目を留めるのでなく、そればっか見せたら本当自分が本当暗くなっちゃってね、どんどん落ち込んでたんですね。やはりそこではなく主イエス様に目を向け、私たちは歩んできます。この方が私たちの希望です。この方への信仰が私たちの勝利です。アメン。今日も賛美を持って主を称えてまいりましょう。この時を変えてくださいます。主は平安で満たしてくださいます。アメン。牽制によらず、牽制によらず、神の霊に私たちの命は永遠です。感謝してまいりましょう。
の方法で、打ち砕いてくださる、破ってくださる、そのことを信じます、宣言します。主に感謝せよ、主に収めてくださる、すべての民は主の前にひれ伏す、そのことを信じて宣言してまいりましょう。民と誉れ、主の御国は遠い。
めてまいりましょう。愛と賛美、Cheers.
アメン。主の名を褒めたたえ感謝いたします。私たちの主に大きな拍手を捧げてまいりましょう。感謝します。すべての賛美を天のお父様、イエス様、聖霊様、三位一体であられる主に感謝を持ってお捧げいたします。アメン。ハレルヤ、感謝します。ぜひ周りの方々、シャローム、お互いに祝福を持って挨拶する時間を持ってまいりましょう。ハレルヤ、感謝します。今日も私たちが共に礼拝を捧げることができるこの恵みを感謝します。今日捧げるその捧げ物、私たち手に持ったらそれを掲げて捧げ物の時間を持ちたいと願います。私たちの手にある捧げ物、主の御前に聖別された捧げ物とされゆきますように。ご用意ができましたらそれを掲げてください。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。主が私たちの羊飼いであり、私たちの無限の供給者であられることを感謝いたします。どのような時代の中にあっても、暗闇の中にあっても、主が私たちの手を取り、常しえの道へと導き続けてくださるその良きお方であることを信頼し感謝いたします。私たちは健康の領域においても、経済の領域においても、ミニストリーや働き、すべての歩みにおいても、主よ、あなたに信頼いたします。本当に息さえも主がくださいましたので、この経済も生活も全部主から賜ったもの、その中から感謝を持って主の御前にお捧げいたします。主がこれを天で受け取り、地において、またこの信仰の種に基づく実を結ばさせてくださること感謝いたします。今日捧げるすべての捧げ物、また十分の一の捧げ物、主が聖別し受け取ってくださいますように、力あるイエスキリストのお名前を通して主の御前にお捧げいたします。アーメン。賛美の中で感謝を持って捧げてまいりましょう。あなたに恵みと、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの衣装、良いもので満たされる。あなたの若さは
アメン。私たちの主は本当に偉大なお方であることを宣言します。私たちの主は私たちに恵みの冠をかぶさせてくださり、本当に私たちが強く大きく立ち上がることができるようにしてくださることを感謝いたします。私たちが強く大きくこの御言葉を伝えていくことができますように、私たちの主が共に働いてくださることを感謝いたします。この主に私たちは期待して、この主に感謝の拍手を送りたいと願います。ね、サミチの皆様ありがとうございました。感謝いたします。アメン。それでは、お知らせの方に入らせていただきたいと思います。はい、まず今後の予定です。今後の予定としましては、3月26日土曜日、ゴスペル礼拝がこの大久保街道で17時から行われます。メッセンジャーは、中村光子姉妹になります。期待をして、お集まりいただければと願います。はい、また3月31日木曜日ですね、中村光子姉妹による聖書を学び会が10時半から、オンラインとなりますが、行われます。まだ参加されていなくて参加したいという希望のある方はですね、深津由美先生の方にお声をかけていただいて、ぜひ LINE グループの方に入っていただければと願います。はい、そして、新しい年度に変わるにあたってですね、あちらの収報ラックがあるんですが、その下に新しく月定献金の袋とまた記録表を用意しておりますので、必要な方はですね、そちらの方をお持ちになってお帰りになっていただければと願います。はい、お知らせの方は以上になります。今日もですね、本当に御言葉の解き明かし、私たちが期待をしてですね、慎吾先生拍手でお迎えしましょう。アメン。感謝します。素晴らしいイエス様に感謝の拍手を捧げていきたいと願います。アメン。感謝します。今日も共に私たちが礼拝を捧げ、主の御言葉、本当にこの主の御約束に目を留めることができるこの時間、感謝いたします。今日はですね、私たちが本当に、そしてまた世界中の歴史を超えて、生徒たちが最も愛してきたその詩編の箇所、詩編23編ですね、その箇所を見ていきたいと願います。第二礼拝の中では続けてこの詩編の朗読ということをですね、チャレンジし、また続けこのメッセージしております。ぜひこの詩編23編、詩編の中でもまた聖書全体の中でも最も愛されるこの箇所といっても言い過ぎではない、それほどに私たちの信仰の励ましとなる場所ですので、詩編23編1節から6節までご一緒にですね、声を合わせて朗読していきたいと願います。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アメン。お祈りいたします。天の地なる神様、本当にダビデが主の御前に真実な心で告白したこの詩編23編、これは歴史を超えて多くの生徒たちを力づけ励まし、また今の時代においても生きた言葉として私たちを養い、信仰を引き上げるその御言葉であることを覚え感謝いたします。主、あなた様が私たちの羊飼いであり、そして人生に起こる良いことや素晴らしいことだけではなく、問題や痛みや葛藤、そのすべてを超えて私たちの手を取って私たちを導き続けてくださっている、その主であられることを覚え信頼し感謝いたします。今日この御言葉を通して主への信頼と愛が深まり高まりますように、聖霊様助け導いてくださることを感謝いたします。愛するイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。感謝します。ではこの詩編の23編、詩編全体でおいても言えることなんですけど、詩編は繰り返し私たちの口で告白し、
朗読し宣言するということはとても重要なことですね。私はですね、今日いつものように出て、そして、礼拝に向かいましたが、連休の真ん中ということをですね、忘れておりまして、途中からものすごい渋滞に巻き込まれてしまってですね、高速道路でもう身動きが取れなくなってしまったんです。その時ですね、本当にこの早く行かなければならないけど動けないという焦りがやってきます。しかしですね、主に信頼しつつ、この詩編の23編を繰り返し繰り返し、車の中においても一節一節告白し、主よあなたが羊飼いです、この渋滞に巻き込まれる中においても主が私の手を取って導いてくださっていることを感謝いたします。そのように朗読する中でですね、思い出したことがあったんです。私の車のナンバープレートはですね、詩編23編から受け取って詩編23編6節のですね、番号になってるんですね。そのことを思い出したとき、そうです主よあなたの慈しみと恵みが私を追いかけてきます、どういう中にあっても主よあなたの好意と憐れみ助け、そこに信頼いたします。そのように告白し礼拝する時間となりました。それですので、私たちの生活のあらゆる場面において、私たちは御言葉を持って主に信頼し、御言葉を持って主を褒めたたえるということですね。そのような歩みができることを感謝します。この口の言葉と信仰の油注ぎ、また信仰の結果というのは密接に関わっています。先日ですね、ある方から素晴らしい証を聞きました。私はですね、メッセージの中でこの噂話をストップしましょうというメッセージを以前に語りました。イザヤ書58章の中に、本当に私たちが主にある癒しを見たいのであれば何をする必要があるのかというと、後ろ指さすことをやめなさい、そしてつまらないおしゃべり、すなわち噂話とか不満や批判や訴え、そのようなことを口にすることをもうやめなさいと書かれています。そうするなら真昼の光のように私たちの上に主の光が輝き、そして私たちは焦げつく地においても満たされ、そして流れ来る川の中においてもその流れは私たちを押し流すことができず、むしろ私たちは壊れた廃墟を立て直す回復者になっていく、しかも絶えず私たちの内側で主の恵みが満ち溢れて命の水の川が流れ出る、そのような源となる、そのような約束が記されていることを感謝します。またそこには私たちの傷は速やかに癒されるとも書かれています。そのメッセージを語ったときに、あるですね、姉妹はそのことを真剣に受け取って、そして噂話をやめようということを自分の中で決心したんです。噂話ではなく、人の知らないところで人の良いことをいっぱい言おうと、あの人のこういうところがいいよね、あの人のこういうところが素晴らしい、あの人のこういうところが本当に好きだ、あの人のこういうところが優れている、たくさんそれを語り始めたんです。ある時にはその人の本人の前で、あなたのどこが素晴らしいか、本当にこのところが優れている、このところ尊敬しているということを言ったんですね。そしたらその方がうつむいて涙が溢れてきてですね、その本当に言葉に心が動かされ感動したんです。そしてそのことをその姉妹は周りの人たちと一緒に噂話をやめて、本当に人に対して信仰の言葉、良いこといっぱい言おうと言い始めたんですね。そうすると奇跡が開かれ始めたんです。一緒にやり始めた別の方は仕事が閉じて、そして就職探してたんですね。そして就職先がなかなか決まらず、扉が開かれない状態でした。その中で口の言葉を変えて、信仰の言葉、本当に励ましの言葉、良い言葉をたくさん口にし始めたんです。その後にもう扉が開かれて、願っていた就職の場所が与えられた、そのような本当に身の回りで多くの奇跡、御業、主の導きが与えられるようになったことを感謝します。この口の言葉は天の窓を開く鍵となります。詩編100編には賛美を持って感謝を持って、この主の門、そして主の大庭に入ることが記されているんですね。それですので、私たちがあらゆる時に主を褒めたたえる唇を持つということ、そして絶えずこの主の御言葉を告白する。先日また別の励ましを他の箇所で受けましたが、先週ですね、教会員のこの私たちの教会員でもあり、また教会に礼拝している姉妹のお父様が召され、そしてこの葬儀をですね、執り行いました。その中であるですね、この別の教会に通っておられる姉妹がこの話す機会が与えられたんです。そしてその姉妹が言うにはですね、10年前にさまざまなその教会で問題があり、そして教会に集うことができなくなってしまった。
そしてこの10年間はどこかの教会に所属するっていうことはなく、まあ、インターネットで礼拝を見たり、まあ、この信仰を家庭礼拝の中で守ってきた。そしてその姉妹と話すうちに本当に強いこう信仰というか、内側からもう御言葉があふれることを感じたんですね。そしてそのなぜそのように信仰を持っているのかということを聞くと、なんと毎日この聖書の箇所を決めて、数節ではあるんですけど、その決めた箇所、このずっと続いて聖書を朗読するんですけど、なんとその1日何節かを100回朗読するらしいんです。もう朝から晩までもずっとそれを100回繰り返し繰り返し繰り返し朗読します。そして次の日も同じ箇所を100回朗読するんです。そしてこの2日経つとまた別の場所に移動して、それを100回朗読し、また次の箇所も同じ箇所を100回朗読する。それは私は聞いたんですね。有名な言葉とかよく私たちがこう知っている御言葉だけを朗読するんですかと聞くと、そうではないと。もう創世記から黙示録に至るまで、たとえ人の名前しか書いてないところであったとしても、それを100回朗読 していますということですね。なのでマタイの一章もあの名前の列があるんですけど、それをもう100回朗読したということを言っておられて、もう次々に名前が出てくるんです。もうそれが内側に入ってるんですね。そして言ってました。今のパンデミックの中でなかなか教会に集えなくなった時、ああ主が10年前から私を準備し始めてくださっていたと。教会に集うことができない状況の中にあっても、家庭の中で信仰を守り、御言葉に根付き、そして御言葉が内側に生きる。そして本当に十分にはできなくても、毎日の願いはイエス様と共に生きたい、イエス様のように歩みたいという願いを持って生きている、すごく素晴らしい証をたくさんしてくださってですね、本当にこれはある意味において初代教会の生徒たちが生きた信仰の歩みです。彼らはですね、迫害の中で教会に集うことができなくなりました。全地に散らされていったんです。しかし散らされていった場所で、使徒だけではなく教会リーダーだけではなく、なんとその教会に集っていた主婦たちが、またお父さんたちが、また子どもたちが、教会をあらゆる場所で立て上げていったんです。なぜそのようなことができたのかというと、彼らの信仰の歩みの中にあった重要な歩みは、御言葉の朗読というものがありました。御言葉が内側に蓄えられるので、どこに行っても彼らは御言葉を述べ伝えることができました。時には私たち、この御言葉を読むのに、今日はしんどい、今日は読みたくない、今日は忙しすぎた、疲れている、そのようにですね、さまざまな言い訳をしてしまうことがあります。もちろん時には疲れて本当に何もできない、そのような時休むことは重要です。しかしですね、パウロはテモテに言いました。御言葉を述べ伝えなさい。そしてどういう時だと言いましたか。時が良くても悪くてもしっかりとやりなさい、そのように言ったんですね。もちろん私たちはそのようなことを聞く時に、福音を述べ伝えなければならないと、この思いの中でこのその御言葉をスイッチして、まあ、これは福音を伝えるメッセージだと受け取ってしまいます。もちろん福音を伝えることは重要なことです。しかしパウロが言っているのは、御言葉を述べ伝えなさいと言っています。では御言葉は私たちの魂に入らなければ人に述べ伝えることができないんです。なので一番最初に私たちが御言葉を述べ伝えるべき相手は誰かというと、この自分自身です。私の魂に御言葉を伝えていくこと、そしていつでしょうか。時が良くても悪くてもです。私たちが調子が良くてやる気があって順調な時だけではなく、疲れていて重荷を抱えていて、とてもじゃないけど賛美したり御言葉読んだり祈ったりすることができない、そのような状況の中においても、私たちが御言葉を愛し、御言葉に根付き、そして御言葉に会って実を結ぶ時に、本当に主は枯れることのない木のように、その御言葉から私たちに命を与えてくださることを感謝します。むしろこれはよく皆様も聞いたことがある話だと思いますが、干ばつの時とか嵐の時とか、むしろその難しい環境の中で実を結ぶ木というものがあります。その木はもう普通の甘さ、例えばこの植物、またこのフルーツであれば、もう普通の甘さよりももっと優れた甘さ、もっと強い匂いを放つようになるということが言われているんですね。なぜ干ばつや嵐の中においてもその木が実を結ぶのかというと、
その苦しい状況の中で根を地中深く張っていくんです。そして水源があるところにまで行き着き、そしてそこから水を吸い上げるので、干ばつや苦しい環境の中においてもむしろその木が強くなり、そして匂いや味が増していきます。では私たちの人生においては試練があります、困難があります。しかしその時にこそ私たちは共に御言葉に根を張っていきたいと願います。では何の御言葉を朗読したらいいんでしょうか。この詩編23編は私たちが毎日朗読するのにふさわしい御言葉です。私自身もこの御言葉、毎日毎日毎日祈りの最後にこの御言葉を自分自身の約束として告白し朗読し、そしてこれを自分の祈りとして主の御前に捧げ続けています。一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。これはですね、ヘブル語ではローっていう、ないっていうのはローっていう言葉が使われているんです。これは決してない、あるはずがないっていう言葉ですね。まあ、余談になるんですけど、十戒ありますね、モーセの十戒、その中にもこのローっていう否定する言葉が使われているんです。決してない、あるはずがない。あの十戒は実は神の愛の表れです。何々してはならない、何々してはならない、そのように書かれているので、私たちは何か宗教的になって、何か本当に神様は私たちを縛って堅苦しくするお方だと読んでしまいがちなんですけど、しかしその内容は、私が神であるなら他の神があるはずがないという、神様との愛の関係にあるのであれば他の神が必要なのかという、神様の愛から、愛に基づく語りかけなんです。このダビデがここで言ったそのロー、あるはずがないという言葉も、主よ、あなたが私の羊飼いであるなら私には乏しいことがあるはずがない、乏しいことは決してない、そのような告白であることを感謝します。皆さんもこの一節だけでも構いません。この一節を握って日々の生活の中で告白するとき、私たちは自分の不足や足りなさや弱さにいつも目を留めるのではなく、私たちの羊飼いであられる完全な供給者、私たちを導かれるお方の偉大さにいつも目を留め続けることができることを感謝します。仕事においても私たちの苦手なことをやらなければならないことがあるでしょう。経済においても不足を感じます。健康においても私たちは時にこの不足を感じることがあります。人格においてもあらゆる領域においてこの不足を感じることがあるんです。しかし主が私の羊飼いであるなら、私には乏しいこと、足りないこと、一つもありません。私自身はですね、まあ本当にこの十分な愛を受けて育ってきたんですけど、しかし成長の過程の中においてたくさんの傷、不足、それを経験することがありました。残念ながらですね、私の両親はですね、私が10代の頃に離婚してしまったんです。両方ともクリスチャン、この洗礼を受けて教会に通ってました。しかし家庭が崩壊してしまったんです。そしてその痛みっていうのをずっとですね、10年ぐらい引きずって歩んでいました。主の働きをし、メッセージを語り、また牧師として本当にこの任命された後にも、それは自分の劣等感の大きな一つだったんです。そして同年代の牧師たちを見ると、みんなお父さんが牧師とか、お父さんが教会の役員をやっているとか、そのような霊的遺産を受け継いでるんですね。なのでそのような人々といつも比較して、彼らが活躍するのはたくさんの霊的遺産があるからだ、本当に多くの祝福を受けている、自分にはそれがない、自分は本当にいつも惨めで劣等感を持って歩む、そのような心の状態になってしまいました。しかしある時、祈りの中で、神様を求めて祈る中で、神様が本当に私の心にまっすぐに語ってくださったんですね。それは何かというと、あなたは私のことを何て呼ぶのかと神様聞いてくださいました。私は答えました。主よ、あなたは私のお父さんです。あなたは私の父です。そして神様言われたんですね。それで何か足りないことがあるのか、それで十分じゃないか。私が父であるなら、あなたは十分な私からの霊的遺産を持っている。そして誰でもなく私に似たものになることを目指しなさい。心の中から急に喜びが湧いてきました。自信が湧いてきました。
そして私は告白したんです。主よ、あなたが私の父であるなら、私には乏しいこと、足りないことはありません。十分にあなたにあって満ち満ちたものであることを感謝します。私たちは自分の学歴や、また時には職歴、また本当にこの育ってきた環境、受けた傷、痛み、それらを見て自分は足りないもの、不足したもの、弱いもの、そのように人生を諦めてしまう場合があります。しかしこの詩編23編の一節の御言葉は、私たちを癒します。私たちを満たします。主が私たちの主権者、羊飼い、お父さんであるなら、私たちには乏しいこと、足りないことは一つもありません。主の恵みは私たちにとって十分です。そのことを私たちは信仰を持って告白し、歩んでいくとき、不足の中においても主からの満たし、試練の中にあっても主からの供給をこの受け取って生きていくことができることを感謝します。2節の中においては、主は私を緑の牧場に伏させ、そして憩いの水のほとりに伴われます。今年の私たちシャローム教会のテーマは、主の安息に入るということです。この2節はまさに、伏させるというのはもう横たわる、休む、別訳では安息させると書かれています。そして次の言葉、憩いという言葉もやはり別の訳ではこの安息と書かれています。すなわち主が羊飼いとして私たちをどこに導かれるのかというと、安息の中に導きたいと願っておられます。メッセージの中でいくつも今年のメッセージの中で見ましたが、私たちが実は安息しなければ主は働くことができないんです。私たちが黙らなければ神は戦うことができないんです。例えばモーセとイスラエルの民が出エジプトしたときに、エジプトの軍勢が襲ってきました。イスラエルの民は泣き叫び、エジプトでは私たちの墓が足りなかったので、ここで私たちを殺そうとするのか、そのように叫び声を上げました。その時モーセに対して主は命じました。イスラエルを静まらせなさい、黙らせなさい、あなた方が語ってはならない、この戦いは主の戦いだから。ヨシアとカレブが約束の地に入っていく時にも、この初めの大きなこの城壁、要害であったエリコを通らなければならなかった。その時この初めの6日間は彼らは黙ってそのエリコの城壁の周囲を回らなければならなかったんです。7日目彼らがまた黙り、この静まり、その周りを回り、最後に時の声を上げた時にその城壁は崩れ落ちました。そのように私たちが静まり黙る時、何が起こるのかというと、神が私たちの代わりに戦われます。実はこの2節の箇所はイエス様の奇跡の中においても見られますね。全くイエス様、この2節をイエス様がご自身の生涯を通して表した箇所、全く同じことが書かれている箇所があるんです。それはいつかというと、2匹の魚と5つのパンの奇跡が行われた時ですね。その時もう大勢の人々が空腹で必要を抱えてました。しかしその場所にあったのは5つのパンと2匹の魚しかなかった。その時イエス様はその人々を満たす前に2つのことをしたんです。1つは、彼らを組にして座らせたと書かれています。弟子たちに彼らをいくつかのグループに分けさせて、彼らを座らせたんです。横たわらせたんです。そして福音書にはあえて書かれています、そこには草が多かったからであると書かれているんですね。なので羊飼いが羊をその組に分けて横たわらせ、休ませるようにイエス様はそのグループを静まらせ、その場所に座らせました。その後に感謝を捧げ、パンを割いた時に5000人、まあ実際にはもう2万3万いたと言われています。もう多くの人々の必要を満たす奇跡が解き放たれていったことを感謝します。ここには2つの重要なポイントがあります。静まり、横たわったこと、そしてもう1つは感謝を捧げたことです。もう一度言います。私たちが休む時に、横たわる時に、この休むっていうのは何にもしないということではありません。これは別の言葉で言うなら、主に信頼することです。主の時を待つことです。そして主に明け渡すことです。彼らは不死、憩いの水のほとりに伴われる、その約束が書かれています。
その5つのパンの奇跡においても彼らが伏し静まった時に、そしてイエス様が感謝を捧げた時に、全ての人々を満たし、ただ満たしただけではありません、あまりあるほどの祝福がそこに解き放たれたことを感謝します。ぜひ毎日の生活の中で告白しましょう。主は私たちのギリギリを満たすだけのお方ではなく、あまりある恵みをくださるお方です。主の恵みは私にとって十分である。それを私たちの告白にし続けていきたいと願います。3節、主は私の魂を生き返らせる。ネフェシュっていうのが魂ですけど、人はいつ生きたものになったんですか。創世記に書かれています。鼻から息、霊をルアハとヘブル語では書かれていますが、息を吹き入れた、すなわち精霊の息が吹き込んだ時に人は生きたものとなりました。しかしアダムとエバが善悪の木の実を取って食べた時、あなた方は必ず死ぬと言われたんです。取って食べた瞬間にアダムとエバもう即死して倒れたんでしょうか。彼らは思ったんです。死んでない、生きてるじゃないか、そのように思いました。しかし死んだものがあるんです。彼らはその直後に恥がやってきたんです。すなわち何が死んだんでしょうか。霊が死んだんですね。この創世記2章の中には、アダムとエバは裸であったが恥ずかしくなかったと書かれているんです。なぜ彼らは裸であったけど恥ずかしくなかったんでしょうか。裸というのはこの私たちが思うような姿ではなく、よくですね、アダムとエバのこの絵を見るときに、なんかこう原始的な人がこのエデンの園で生活している、そのようなこの姿を見るんですけど、実は彼らは着ていたものがあるんですね。それは何を着ていたかというと、主の栄光を身に帯びていました。聖霊様が彼らの周りを覆ってたんです。なので神の栄光に覆われていたので、彼らは恥がありませんでした。しかし善悪の木の実を取って食べた瞬間に霊が死に、その聖霊様の覆いが取り除けられたので、彼らには恥がやってきたんです。しかしこのことに対する解決をイエス・キリスト、この救い主であられるお方が解決してくださったことを感謝します。十字架におけるイエス様の姿というものはどういうものだったんでしょうか。私たちがよく絵画で見るイエス様の姿は本当に綺麗な姿です。しかし実際の十字架はあまりにも残酷で、あまりにも本当にこのひどい暴力、そしてあまりにも恥と、そしてあまりにも人間の汚さがもう満ち溢れたものだったんです。実際にはイエス様は下着まで取られ、裸の姿でもう恥をあらわにして十字架にかかられたんです。何のためですか。私たちの罪から来る恥をすべてこのお方が背負ってくださったことを感謝します。そしてこの方は死を味わい葬られただけでなく、3日目に復活されました。そして復活直後のそのメッセージ、弟子たちに対する言葉は、もう一度息を吹きかけます。ルアハ、人はいつ生きたものとなったのか。息が入った時に、神の息吹が入った時に人は生きたものになりました。イエス様はもう一度弟子たちに息を吹きかけ、そして言います。聖霊を受けよう。あなた方が誰かの罪を許すのであれば、天においてもそれは許されている。しかし誰かの罪を残すのであれば、それは残ったままにされている。聖霊様は私たちのうちに回復を与えてくださいます。私たちを生きたものとしてくださることを感謝します。では生きたクリスチャンの歩みっていうのはどういう歩みかというと、許しを絶えず許しの道を歩んでいく、それが生きた私たち生徒たちの歩みとなります。なぜなら聖霊を受けようと言った後にイエス様が語ったメッセージは許しのメッセージでした。この許しっていうことはとても重要なこの生徒たちの歩みですね。例えば天国のことを想像してみてください。天国にはいがみ合いっていうのありますか。誰かのことを噂話するってことありますか。誰かを罵ることあるでしょうか。誰かを罪に定めることありますか。誰かのことを悪く言うってことありますか。一切ありません。天国にはお互いに対する信じられないほどの愛があります。天国においては本当にそこに尊敬があります。天国においてはお互いに対する感謝があります。天国を経験し地に戻ってきた人の証を以前に読みました。その方が言うには、天国で会う人すべてに対してもう今まで
もう人生自分が生きてきたのはまさにあなたに会うためだった。私はあなたに会うためにここに来ました。ずっと会いたかった。あなたと会えて信じられないほど嬉しいっていう感情がもう爆発し満ち溢れるほどに、地上で最も愛する人と会った時よりももっと大きな感情が、なんとその一人というこの固定された一人というですね、まあ、限られた人ではなく全ての人に対して、出会う人出会う人、ああ、あなたに会うためにここに来ました、あなたとずっと会いたかった、もうそのお互いに対する愛と尊敬と感謝が満ち溢れるようになる、そのような感情を経験したということを言っています。それが皆さん天の御国の私たちの関係であることを感謝します。それであるならイエス様は言われましたね、天にあるものがこの地に来るように祈りなさい。私たち教会は天をこの地上に映し出すその大使館、そして私たち一人一人はその神の国の大使であることを感謝します。それであるなら今から天の御国の生き方をしていきたいと願います。天の御国の文化、天の御国の歩み、それは私たちが励まし合うこと、お互いを祝福すること、尊敬すること、そして本当に妬みや悪口、訴えを十字架につけていくこと、その時に神様の行為っていうのは人々だけではなく、まず何よりも私自身の人生の上に豊かな主の行為が注がれるようになることを感謝します。主は私たちの魂を回復したい、本当に霊的な生き物として私たちを生き返らせたい、まあ、生き返らすとこの3節に書かれているんですけど、これはヘブル語においては修復っていう言葉ですね。これは大切な一つのヘブル語になりますけど、回復っていう意味です。主は私たちを回復させたい。どのように回復するんでしょうか。神様がデザインされた形へと回復されるんです。その人が作られた時、まさに私の肉からの肉、骨からの骨、本当にアダムエヴァを祝福しました。産めよ増えよ地を満たせ、神様は彼らを祝福したんです。主は独裁者とか私たちを力でねじ伏せて支配するお方ではなく、この地上の支配者っていうのは私たち嫌なこのイメージを持ちますね。なぜなら多くの支配者というものは力で武力で権力で人々を支配します。しかしこの地上で最も素晴らしい支配者、それは私たちの信じている主です。主は何における支配者ですか。テモテの手紙の中に祝福に満ち溢れた唯一の主権者、支配者、そのように書かれていることを感謝します。この方はもう祝福に満ち溢れたお方です。アダムとエヴァを祝福するとき、主はどのように祝福したんですか。産めよ増えよ地を満たせ、一方的に命令をしたわけではありません。そこに書かれている祝福、聖書の中で最初に書かれている祝福という言葉、それはバラフという言葉が使われていますが、そのバラフ、別の直訳するなら膝という意味です。つまり神様はアダムとエヴァを祝福するときに天から一方的に祝福したわけではなく、彼らの前に現れ、彼らの前になんとひざまずいて、そして彼らを引き寄せて息子娘を祝福するように、彼らに産めよ増えよ地を満たせ、私の祝福をもってこの地を統治せよ、彼らにその命令を与えました。神様は私たちのためにひざまずいてくださる、それほどにへりくだったお方です。それだけではなく、イエス様はひざまずいただけではなく、塵に伏し黄泉にまで下り、私たちにその愛を表してくださったお方です。この方はなんと素晴らしいお方でしょうか。父なる神にあり、キリストイエスにあり、また聖霊様を通して私たちの魂は本来の作られた形へと修復回復していきます。そして私の栄光のために私が生きるのではなく、私の名誉のために生きるのではなく、回復した私たちの人生は皆のために、主は私たちを義の道、道、これ別訳では小道とも書かれています。主の小道、本当に詩篇の中でダビデはよく祈りますね。主はあなたの小道を示してください。大きな道ではなく小道、聖書の中で大きな道っていうのはどこに行き着くんでしょうか。人の目にはまっすぐに見える道がある、箴言に書かれていますね。その道の終わりは
死の道であるとも書かれているんです。またイエス様は言いました。狭い門から入りなさい。救いに至る道は狭く、その道を見出すものは稀である。滅びに至る道は大きな道であるともイエス様言っておられるんですね。なのでこの小道ということは、主よ、もう誰もが良いと思うとか、この世の流れが流れているというものではなく、主よ、あなたの御心がどこにあるのか私に教えてください。あなたが今日一日の中においても導こうとしておられる道へと私を導いてください。例えばもう今日のメッセージの中で何度も語りましたが、許すってことは自然の流れではありません。私たちが何か嫌なことされたら悪口を言うっていうのは大きな道ですね。もう世の中で誰もがする道です。このやられたら仕返しするっていうのは大きな道、もう当然の私たち人間が生きている中でする反応です。しかし主よ、その中でも許すことを選ばさせてください。祝福することを選ばさせてください。取りなすことを選ばさせてください。これはもう小さな道であり難しい選択なんです。しかしその小さな道でのように思えても、時には人を許すとき自分が損したような気持ちになったとしても、その道を選び取るとき、その道には宝石が、主の祝福が、主の好意が満ち溢れていることを感謝します。一日一日の中において私たちは主の御前に祈りましょう。今日一日の中においても、主よ、あなたの恵みの道を歩まさせてください。あなたの御心を行わさせてください。時には誰かに感謝することかもしれません。時には誰かを励ますことかもしれません。以前にも述べましたが、時々毎回できるわけではないんです。私にはまだ恥があってですね、できないんですけど、例えば高速道路を使っていてですね、この、パーキングエリアに停まります。そして、トイレ休憩をしてトイレに入ると掃除してくださっている方がいるんですね。そしてその方にですね、時に勇気を振り絞って言うんです。いつもきれいにしてくださってありがとうございますって挨拶するんです。そうすると、挨拶そんなこと感謝とかあんまりされたことないので、すごく、いやいや使ってくれてありがとうございますとか挨拶してくれるんですね。本当にそのように、時には誰かを励ますこと、レジで買い物するときに感謝することとか、誰かに丁寧に接すること、それは何気ない小さな行動のように思えるかもしれないんですけど、時に人々は励ましを本当に必要としている時があります。その人がもう気落ちし、落胆し、生きる希望を失っている場合があります。しかし私たちがそのように人々に励ましを持っていく時、その人々の中に力が与えられていきます。これは聖書の中でイザヤ書に書かれているんですけど、弟子の舌と書かれています。朝ごとに主の声を聞き、そして言葉で人々を励まし、力づけることを主が私に教えてくださった。イザヤはそのように言っているんですね。皆さん、予言の働きをしたいと願いますか？そうするなら、私たちは人々を励ます舌を持つことです。これは信者の間だけではなく、神を知らない人に対しても感謝したり、褒めたり、祝福するとき、私たちの舌は弟子の舌、人々を励まし、勇気づける、力づける、そのような信仰の舌として用いられていくことを感謝します。これは大きな道、もう誰もがやる道ではなく小さな道かもしれません。しかし一日一日、私たちは主ご自身の心を、励ましを、福音の光をこの地上に表して生きていくことができること、職場の中においても家庭の中においてもそれをすることができます。小言を言う代わりに家庭の中で感謝する、職場の中でイライラする代わりに、本当にこの同僚に対して感謝していく、上司に対して本当に感謝していく、部下に対して感謝していく、そのような時にその職場の空気が変わっていきます。それですので、本当にこの小道へと主を私を導いてください。回復したものとして生かしてください。そのことを私たちの祈りにしていきましょう。4節、たとえ死の影の谷に歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの道とあなたの杖、それが私の慰めです。もし聖書に線を引くことが可能な方はですね、もうこのあなたが私と共におられますから、もうここに線を引いておいてください。詩編23編の中心の言葉は、このあなたが私と共におられますからという言葉です。これはですね、この聖書の言葉を原文で見ますと、たくさんのこの言葉のこのもう本当に奇跡的な配列になっているんですね。あえて意図的に書かれているところがあります。この
初めから26文字、後ろから読んでも26文字のところに、このあなたが私と共におられますからと書かれています。では聖書の中で26っていうのは何を表すかというと、これは主の皆を表すものです。ヤハウェと、この聖書の私たちが使っている新改訳聖書は太文字の主と書かれています。それはヤハウェという主の固有名詞であると後ろのこの注解を見れば書かれていますね。ヤハウェというのは主の固有名詞です。そのヘブル語はアルファベットを数に置き直すことができます。その数を分解するとヤハウェというのは26という数になるんですね。驚くことに私たちの DNA の塩基というこのデータが記されている部分がありますね。それも全部の DNA が1565という塩基の配列になって私たちの DNA 組み合わされているんです。1565っていうのは何かというと、ヤハウェっていうこの名前を分解すると1565になるんです。合計26ですね。これは主の名を表すものです。なのでこの詩篇23編の初めから26文字、後ろから26文字の中心に書かれているのは、あなたが私と共におられます。これが詩篇の23編のもう真ん中にある言葉、そして聖書の書かれている手法として真ん中に最も重要なメッセージを書くという手法があるんです。なのでイエス様は何て言われましたか。神の国は畑の中に隠された宝のようであると言っておられるんです。その例え話、この7つの神の国の例え話でイエス様はその話をするんですけど、何番目に語ったかというと4番目です。すなわち後ろ、前と後ろ、2番目と3番目、そして3番目、4番目、真ん中に最も重要な柱があるというのがこの聖書の一つの書き方なんですね。では7であるなら、その真ん中にある4番目が中心になるものです。そこでイエス様も言われたのは、神の国は畑の中に隠された宝、すなわち真ん中に最も重要な宝が隠されているということを語られたんです。なのでこの詩篇23編においても最も重要な宝はこの4節の真ん中に書かれている、あなたが私と共におられます。これは私たちの信仰告白にし続けていきたいと願います。試練の中、困難の中、問題の中、不足の中にあっても、主よ、あなたが私と共におられますから、私は災いを恐れません。むしろその中にあっても私は主に信頼いたします。ダビデは実際に熊に襲われ、ライオンに襲われ、ありとあらゆる猛獣が襲いかかってくる時にも絶えずこのことを告白し続けたんです。またイスラエルの羊飼いっていうのは私たちが思うような羊飼いではありません。私たちがよくイメージする羊飼いはニュージーランド、オーストラリア、豊かな牧草地で羊を飼っている羊飼いですね。しかしイスラエルの羊飼いというのは荒野を旅します。そして水がないところを歩き続け、そして水が見つからなければその羊も自分もすべてその荒野で死んでしまうんです。だから彼らが一つの場所から別の草が生えているところに移動するのは命がけだったんです。しかもこの死の影の谷を歩くとき、猛獣もあり、強盗もおり、そして水もない、そんなようなところを歩くときに、ダビデは何に信頼したんでしょうか。主よ、この中にあってもあなたが私の主であることを信頼いたします。それであるなら私は災いを恐れません。あなたがこの群れを導いてくださる羊飼いであることを信頼します、告白しました。このダビデの告白を私たちの主への信頼の告白として歩んでいきたいと願います。そしてさらに私たちが主の導きを受けるために何が必要なんでしょうか。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。これは主の御言葉のことですね。鞭も杖も何を意味しているのかというと、主の御言葉です。私たちは甘い御言葉欲しいと願います。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、もちろん素晴らしい御言葉です。しかし時に御言葉は厳しく、時に御言葉は私たちの腹を苦くするものです。時に御言葉、ああこの御言葉しよう、もう本当に今は見たくないんです、できないんです、ああこの御言葉もう私の性質から遠く
もうこの御言葉の基準から私は遠くかけ離れています。そのように御言葉が痛く感じるんです。しかし御言葉の無知っていうのは私たちの慰めです。そしてなんとダビデは詩編の別の箇所で何て言ってるかというと、主の戒め、主の御言葉、主の懲らしめは私の頭に注がれる最上の油注ぎである。主よ、私がそれを拒むことがないようにしてください。そうです、主の無知っていうのは私たちの上に最上の油注ぎを注ぐためのものです。そしてさらに杖っていうのは導きであり、それは私たちを慰めるものです。主の御言葉に絶えず私たちは慰めを得ていきたいと、そして確信を得ていきたいと願います。アメン。5節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。そうです、なんと敵の面前で、敵の前で私たちのために食事が整えられる。この食事を整えるっていう意味は親密さを主は表す。問題が直面している、困難の中にある、試練の嵐に私たちが巻き込まれている。しかしその中においても主は私たちを守り、そしてむしろその中でもっともっと主に信頼していく、主により頼んでいく、主との親密さ、主は私たちに提供してくださることを感謝します。さらにここに書かれています、私の頭に油を注いでくださいます。これはですね、聖書学者が調べますと、この油っていうのはただの油注ぎ、力の油注ぎではなく、祭司が聖女で使えるときに注ぐ油の種類だと、この解説しています。すなわちそれは清めの油注ぎであり、親密さの油注ぎ、より一層自分の死聖女心の中へと主が導くための油注ぎを注いでくださる。ダビデはそのように敵の前、試練の前、困難の前でむしろ主は親密さを回復してくださり、そして私をより深く、より強くご自身の心の中へと導いてくださっているということを告白しています。試練は私たちが主から遠ざかる理由ではなく、主にもっともっと近づいていく理由となります。私たちの人生においては誘惑がやってきます、戦いがやってきます。そして時には自分の弱さや足りなさに打ちのめされることを経験します。でも皆様、決心しましょう。その時にこそ私たちはますます主に近づくものになろうでありませんか。イエス様言われましたね、多く許された者は多く主を愛するようになる。自分の弱さや足りなさや不足を経験すればするほど、私たちはそれを主から離れる理由にするのではなく、だからこそ主よ、一日中かけてあなたを呼び求めます。あなたに信頼しなければ私は自分の力では何にもできないものです。私は弱い、足りない、だからこそあなたに近づきます。あなたを求めます。私たちはその自分の人生に起こる試練や困難や弱さを神に近づく理由にすることができます。ダビデは敵の前でむしろ主が近づけてくださる、親密さを持ってくださるということを経験しました。そしてそれだけではなく、私の杯、すなわち人生は溢れています。私たちの人生はそのような溢れる人生です。ギリギリで生きる人生ではない、また不足でいつも足りない人生ではない、私の杯は溢れています。皆さん、重要なことがあるんです。豊かさっていうのは持ってる量が問題ではありません。もう大金を持っていても貧しい人っていうのはいるんです。しかしあまり多くの持ち物を持っていなくても豊かだっていう人がいるんです。その違いは何でしょうか。心の状態です。私たちがいつも足りない、足りない、もったいない、不足している、そのように思うなら、私たちはたくさん持っていてもその流れを止めてしまうんです。しかし箴言にも書かれています、惜しみなく分け与えてなお豊かになるものがある。しかし必要な支払いまで惜しんで貧しくなる者もいると書かれています。なので私たちはまず何が豊かになるために変えられなければならないのかというと、私たちの思考が変えられていく必要があります。私たちの心が変えられていく必要があります。そのためにはインプットするものを変えなければなりません。いつも足りない、不足、
そのことを告白するのではなく、この詩編23編の5節の最後に書かれている言葉、主よあなたにあって私の人生は杯は溢れています。これを私たちの告白にし続けていきましょう。実際に私たちの人生から恵みが溢れ流れ出るようになります。そして最後、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ダビデはここですごい言葉をですね、この使ったんですね。追ってくるっていうのは言語で調べますと、迫害する者が殺そうと追いかけてくるっていう言葉が使われているんです。私たちの命を奪おうとする者が、敵が私たちを捕らえようと追いかけてくる。想像してみてください。敵は緩やかに追いかけてきますか？捕まえられたらいいなぐらいの感覚で追ってきますか？そんなことないですね。私たちの命を狙おう、もう私たちの敵が追いかけてくるとき全力で追いかけてきます。何としてでも捕らえよう、何としてでも捕まえようとして追いかけてくるんです。その言葉をなんとダビデは慈しみと恵みに対して使います。慈しみ、これはヘブル語ではトーブ、神の完全さ、神の良さ、神の真実さ、神の素晴らしさ。そして恵みは、これは言いにくいんですけどヘセド、すごく言いにくい言葉ですね。カタカナで言うならヘセドという言葉ですね、はい、これはもう愛、契約に基づく愛、神の真実な愛、すなわち神の良さと真実な愛、それがどのように追いかけてくるのかというと、もう何としてでも私たちを捕まえようと、迫害する者を命、迫害する者が命を取りに来るように、主の良さと恵みが私たちを追いかけてくる。なので皆さん、いつも言いますが、もう早めにお手上げだと言いましょう。私は主の恵みからもう逃れられません。詩編139編の中でもダビデは言ってます。あなたを離れてどこにも行くことはできません。どこに行ってもあなたはおられます。なのでもう主よ、私はお手上げです。この人生あなたのものです。あなたのために使ってください。あなたの恵みと慈しみからは逃れられません。それであるなら、もう私が私の人生生きるのではなく、主よあなたの恵みとあなたの真実さに押し流されて、あなたの行為の中で生きるものとさせてください。これほどに主が良いお方であることを知ったときに、これほどに主が私のことを愛してくださっているお方であることを知ったとき、あらゆる道において共にいてくださるお方であることを知ったとき、私たちのうちから出てくる願いはただ一つ。ダビデは言いました。主よ、私はいつまでもあなたの家に住まいましょう。この住まうって言葉も先ほど言いました、修復って言葉、回復って言葉が使われています。すなわち別訳を見ますと、私が帰るところはあなたの家だけですっていう意味です。またさらに別の訳でも訳すことができます。私は、私自身があなたの家として回復しますということです。まあ、どの役にしても言えることは、主と共に一つに住まうってこと。これは創世記から黙示録に至るまで神の計画は、人間を作った目的は一緒に住まうことでした。エデンの園で共に住まい、また黙示録の最後においては神と私たちは共に住むと書かれています。ダビデは主の恵みと行為を経験したときに最終的に行き着いた願いは、あなたと一緒に住みたい、あなたと一緒にいたい、あなたを離れてはどこにも行くことはできない、主よ私の願いはあなたご自身です。そのように告白したことを感謝します。この詩編23編は私たちの魂の回復につながっていく詩編となりますので、日々の生活の中でこの御言葉を信仰を持って告白し、神の回復修復受け取っていきたいと願います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この詩編23編に記されている、もう溢れるほどの、もうここに収めきれないほどの、何千年にも前にも書かれたこの御言葉が今も生きた言葉として私たちを励まし、昨日も読んだのに今日も新しい言葉として私たちに望む、これは主よ、死んだ言葉や過去の言葉ということはできません。生ける誠の御言葉であることを感謝いたします。この御言葉が私たちの中に入るとき、私たちは人生の主権者が羊飼いでられる主であり、そして私たちはもはや不足した人生ではなく、私の人生は満ち溢れている、そのことを経験することができることを感謝します。
今私たちの中に、人生の中に回復を求めている、その領域があるかもしれません。短く祈ります。回復を必要としているという方は胸に手を置いてください。お祈りいたします。天のお父様、私たちの人生の中においてあらゆる回復あります。そして私たちの願いを超えてあなたの回復がなりますように、私たちの家庭の中に、経済の中に、心の中に、健康状態の中に、働きの中に、ミニストリーの中に、すべての歩みの中に、主よ、私たちの願いをはるかに超えたイエス・キリストの名による、神に基づく回復がなされていきますように、主の終部、その回復の約束が成し遂げられていくことを感謝します。そして私たちはこの1週間も絶えず主と共に生き、主の家に住まい、主の御臨在の中で生きる、その恵みが与えられていることを感謝し、すべての恵みの源である天のアバ、お父さん、ヤハウェであるお方、イエス・キリスト、救い主であられる主、聖霊なる主、パラクレートス、助け主、ルアハ、神の霊であられる、三位一体であられる主の名において、今感謝を持ってお祈りいたします。アーメン、アーメン。主の御前に賛美を捧げ、祝祷し、礼拝閉じていきたいと願います。私
ハレルヤ感謝します。私たちの希望、主の名によって祝祷いたします。仰ぎ来い、願わくば我らの主イエスキリストの偉大な恵み、天の父なる神の大いなる愛、聖霊なる主の親しき交わりが、この1週間もまた今より常しえまで私たち一人一人と共にありますように、我らの救い主であられるイエスキリストのお名前を通して祝祷いたします。アーメン。アーメン。感謝します。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。イエス様ありがとうございます。お互いに祝福を持ってこの礼拝閉じていきたいと願います。感謝します。